こう打ってる時にどうしてもフォロースルーの方にこう回転していこうとするじゃない、うん、それを一生懸命こらえようとするとちょっと腰とかが逆回転してると分かる、はい、こうそ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 う、だから左肘を絞ると同時にリバースさせるから左肘リバースドリルなのこれは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。みなさんこんにちは、部長の B です。小瀬です。はい、ということで女子でも300ヤードプロジェクトですね、はい、今日の練習会も引き続きにやっていきたいと思います。で、はい、この動画ねシリーズになってますんで、前回のね、内容はもうすでに過去動画にアップされてますので、はい、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います、はい、で最近はずっとこの肘のターンですよね、この肘の使い方っていうのをやってきて、はい、で前回膝立ちショット、ね、はい、こういう膝を立ててるやつで、はい、この肘を右肘と左肘っていうのをこう入れ替えて、はい、でヘッドをねこうやって走らせるっていう、はい、この動き、肘の動き、手元はねここからこれぐらいまでしかちょっとしか動いてないんだけど、クラブヘッドはめちゃくちゃ走ってますね。この肘の動きっていうのをやってきたわけですけれども、はい、前のねもう何回も前のドリルでこういう肘を下に入れていくドリル、左肘リバースドリルっていうのをね、はい、もうマミゴログではね何度も何度も出てきているドリルなんですけど、はい、やりましたよね、はい、でその左肘リバースドリルって要は水平振りでこうやってギュン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 走らせて振ってる時のこの形をそのまま前傾すると、はい、こういう形になってるんですよと、肘が左肘が L 字になってるね、こういう形になってるんですよっていう、だから水平振りでギュンギュンやってるのをそのまま前傾して同じ動きをやっていくっていう、それを体感してもらうと、はい、でインパクトで止めることによってフォロースルーを振るんではなく、はい、右サイドだけ頑張って振りましょう、はい、っていうのをまあ覚えてもらう、ほとんどの人がどうしてもフォローで一生懸命腕を振っちゃうわけですよね、はい、だからフォローで一生懸命腕を左に振ろうとすればそれほどこうやって肘も引けちゃったりとかね、はい、するわけですね、こうなるわけです、はい、ね、だからこの左肘リバースドリルが、うん、肘の使い方を覚える、ヘッドを走らせるのにはすごく重要ですということをやったんですが、はい、この間はまず入門編的な感じで、ね、はい、ショートアイアンでやってきました、はい、で今日はですね、はい、ドライバーで左肘リバースドリルを、はい、やってってもらいたいなと思います、はいはい、でこの左肘リバースドリルの話になると必ず、うん、あの左に引っかかっちゃうんですみたいな、ね、はい、声がね、はい、多いんですよ、はい、まあ、YouTube のコメント欄とか DM とか、はい、まあ、レッスンの中でもね左に引っかかるんですみたいなお話があるんですけれども、うん、でも実際には早めにこうやって帰ってれば当然フェースがかぶって当たるんで、はい、左に引っかかります、うん、でも当たる瞬間にまっすぐに当たってまっすぐに当たって手元が前でヘッドが遅れてきてまっすぐに当たってそこから肘がこうやって折りたたまれる、はい、肘がキュッてなる分には実はあのまっすぐねボールって飛ぶようになるんですよね、はい、むしろギリギリまで溜めすぎちゃったなんていう時にはこのドリルやると結構右にすっぽ抜けることが結構多かったりするぐらいで、はい、左には引っかからなくなるわけです、はあ、で特にドライバーとかだとそんなに球もねすごい左に捕まりやすいっていうわけもないので、はあ、これやり込んでいくとまっすぐ飛ぶようになるんで、はい、ぜひねこのドリルをやってちゃんとまっすぐねパーンと飛んでいくように、はい、練習をしていただきたいなと、はい、じゃあ早速ね小瀬ちゃん、はい、ドライバーで ドライバーで肘リバースやっていきましょう、はい、
ていくのに一番重要なことって何かって言ったら、筋肉を早く動かしていくっていう感覚を脳にインプットさせることなんです。どんなに綺麗で素晴らしいスイングになったとしても、筋肉を早く動かしていく感覚を知らない人は延々に遅いスピードでしか振ることってできないわけですよね。このマンブリゴルフ部門は超高速スピードが出るので、これを振っているだけでどんどん筋肉を早く動かしていく感覚が覚えられるんです。じゃあ小杉ちゃん打っていきましょう。そうで、今ねちょっと流れちゃったから、もうちょっとバチって止められるといいね。そう完全にそこで止める。まあ多少はね勢いでいっちゃうんだけれども、後ろから見た時に完全にこう肘のね、左肘の L 字が見えるぐらい、そう、それぐらいしっかりと肘をターンさせていきましょう。はい、そう、いいね。ちょっとね、今反応しませんでしたが、動きは良かったです。肘をしっかりと、左肘を下に入れていく感じだよね。右肘と左肘を入れ替える。そう、右が伸びて、左が、そう、下に入る感じ。で、これもほら、そんなに左に行ってるわけじゃないでしょ。全然まっすぐ飛んでいくというか、まあ、もちろん今ねヘッドスピードできてないから、距離はね出てないですけれども、まずはしっかりと肘の動きをね脳にインプットさせていく形をしっかりと覚えていかせましょう。はい、そういいね。ほら意外とまっすぐ行くでしょ。まっすぐですね。まっすぐ。そうなんですよ、ね、これねちゃんと当たるときはまっすぐ当たって、その後に左肘をギュインと、ね、絞っていくと、下に絞り込んでいくと、決してね左にはいかないんですよ、そう今ねちょっと当たりは悪かったけど、それぐらいね肘しっかりと絞っていきましょう、で徐々にね慣れてきたらスピードアップ強く、そういいね、瞬間的にね今もバチーンって走らせられてるから、でこれね徹底的にやっていくと、まあスライスはもうなくなってくるよね。スライサーの人の、まあ、大半がね、まあ、もちろん一概には言えないんだけど、アマチュアゴルファーのスライサーの大半の人はもうフォローするインパクトからフォローにかけて肘が引けちゃって、そう切腹するかのようにねお腹切腹するかのようにこすってっちゃってるから、こういうふうに、だからこの肘の使い方を覚えればもうギュンギュンヘッド走るし球捕まるし、そう、まっすぐ飛ぶし、そう縦首の開示ではなく肘の入れ替え、そうで今ねこう打ってる時にどうしてもフォロースルーの方にこう回転していこうとするじゃない、それを一生懸命こらえようとするとちょっと腰とかが逆回転してて分かる、そうこれずっとやってるとそう自然と逆回転が入ってくるのね、リバースさせないとできないよこれって、だから左肘を絞ると同時にリバースさせるから左肘リバースドリルなのこれは、そうもう今腰がさいっぱい逆回転してるでしょそうでそれがヘッドを走らせる、ね、肘のターンと同時にそのリバースさせるぐらいの感覚っていう、それぐらい踏ん張る。でも自分では別に逆回転させようと思ってるわけじゃないじゃん。ないですね、はい、感覚的にはただ踏ん張って絶対行っちゃいけないんだって、開いちゃいけないんだって思うと、行っちゃった後に勝手に
戻してるんだよね。キュッと。そうそうそう。それぐらいの感覚。はあ、もう綺麗が出てきたね。綺麗じゃね。キレッキレになってきました。キレッキレになってきたよ。もう最初の頃のあのダラーンとしたね、わーみたいな。キレッキレすぎるじゃなく、バシーンっていう。そうですね。そう。叩けるようになってきましたね。そうそうそう。そう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 。もちろんね、ゴルフっていうのは正確に打てないとスコアにはならないから、うんうん、もちろん正確に当てていくっていう練習も絶対必要です。あのスイートスポットに当てていく練習とか、フェース面をコントロールする練習、うんうん、スイングのプレーを作っていく練習とか、まあ、そういうのも絶対必要で、それがいらないって言ってるわけではなくて、でそれもやらなきゃいけないんだけど、それと同時に強く叩いていくこととかね、いかにヘッドを走らせて強く叩くかとか、そういう練習もしていかないと、ね、延々に強く叩ける人にはなれないわけですよね。そうですね。で、飛距離っていうのはやっぱりこう強く叩くインパクトの衝撃値を強くしていかないと伸びていかないから、うんうん、だからとにかく強く叩いていく、早く強く叩くっていうのを徹底的にね、はい、やって、もう300ヤードね、出さないといけないわけですから。そうですね。ね、はい、で、これやってると、うん、やっぱり肘のターンの強さがどんどん強くなっていくから、うん、前にね、その左肘、ほら、あの、その4枚バネ、これがちょっと4枚バネ持って。4枚バネ。この4枚バネをさ、左で1本で、こう、そう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 。こういうのもねやってきたけど、そうこれもどん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 強くなるわけよ。ドライバー打ちながら、うん、その瞬間的にバチンって返していくね、うん、手首も強くなるし肘も強くなるし、肘のターンね、うん、これでスナップも効かせられるようになるし、でもやればいいですね。まずはこれをひたすら、うん、これもひたすら、これで4枚バネのそれも継続的にひたすらやってもらいたいし、そうですね、そう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 、これでビュンビュンできたらもうドライバー簡単ですよね。そう、それでビュンビュンできたらドライバーでバチーンっていうインパクトの強さがもっと強くなるから、300ヤードね、打てるようになるわけですよ。はい、今小杖ちゃんが振ってると、まあそんな感じだったでしょ。で、私がこれ4枚バネを振るとそこ、今度そこ、今度そこが弾が風圧がすごい、わかったわかった、涼しいそこだこの強さですよ、そこですね、この強さをぶれない強さ鍛えていく鍛えていくっていうのね、重要だから、そう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 、この肘のターン、そうそうそう、インパクト強く、あ、じゃあごぜちゃんちょっとね、今日はひたすらこの肘のターン強化デーですからですね、はい、もうちょっと打ち込んでいきましょう、はい、YouTube では喋ってないようなこともガンガン喋ってるんですよ。毎月課題に沿って練習していけるんですよね。え、オンラインだけでそんなヘッドスピードって上がるんですか？頻繁にライブとかやりようし、たくさん質問もできる気いいよね。